い、皆さんこんにちは。はい、元気なご挨拶ありがとうございます。大変お待たせいたしました。それではこれから筆談トークショーを始めたいと思います。はい、本日 MC を担当いたしますテカルタチアリーダーとひとみです。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは早速ご紹介しましょう。大宮アルディージャマスコットキャラクターのアルディくん。いいよいいよ。はい、そしてミーアちゃん。はい、今日も可愛いですね。あ、ペガサカまだ早いですよ。ちょっと早い早い早い。まだまだ、まだ待ってね。まだ早いよ。反感の声が聞こえますよ。今紹介するから。私もありがとう。はい、失礼いたしました序盤から。あ、これが本当の姿ですね。はい、はい、そして我らがベガルタ仙台マスコットキャラクターのベガッタくんです。はい、よろしくお願いします。はい、それでは今日は筆談トークショーということですが、皆さん気合は入ってますか？あ、もう気合十分ですね。早速ベガッタくんがいつものホワイトボードに何かを書かない。はい、まだ書きませんね。はい、ではトークショーということですが、今日何についてお話ししましょうかね。どうしようかな。皆さん楽しみですね。はい、早速書いてくれていますよ。なんだ、え、ん、ニーヤの男関係についてダメです。ダメです。アルディ君怒っちゃうから。ダメです。じゃあちょっとここは私が決めちゃいましょうかね。今日は、え、ダメですか？なんか出てきたよ。何？お、ペガッタさん、こんにちは。ミーヤちゃんとアルディ君の2人の関係はどうなっているんですか？ちなみに2人のイチャイチャについてどう思いますか？2人は恋人なんですか？教えてください。え、2人、ミーヤちゃんとアルディ君の2人の関係はどうなってるんですかっていうことですけど、アルディ君とミーヤちゃんはもう公式なもう仲良しだよね。ラブラブだよね。ベガタ君入ってくる隙間は、手紙が来た。え、これ誰からですか？誰から？お客さんから？本当ですか？これベガタさんに手紙渡してくれた人います？ちょっといないようだけども、ペガサ君これ自分で書いたんじゃないの？違う？何？これ誰？違う違う、誰もなんか否定してますけど、もう進めていいですかね。はい、進めますよ。では今日のお題なんですけれども、仙台と大宮の特産物について、こちらをお題にしていきたいと思います。じゃあベガッタさん、仙台の特産物といえば何でしょうか？お、なんでしょう、まあ、仙台いろいろありますからね。おいしいものもたくさんありますし、ずんだ餅。そうですね、ずんだ餅。はい、これは大好きな方多いんじゃないでしょうか。ずんだ餅好きな方、はい、たくさんいらっしゃいますね。はい、それからまだ書いてくれてるかな、佐藤宗幸さん。そうですね、ちょっと佐藤宗幸さん、特産物ではないですね。これ人物で、仙台の有名な方ですね。サンドウィッチマン、そうですね、サンドウィッチマンさんも仙台の有名人です。え、ミーヤちゃんは知ってるかな。じゃあ佐藤宗幸さんって知ってます？わからないかな。あとタコ八郎って、違う、大宮の子だから仙台の特産物ではありません。じゃあ皆さんご存知だと思います。ちょっと近いよ近いよ近いよ近い。はい、アルディ君ありがとう。はい、じゃあベガッタさんが大好きな宮城の特産物といえば皆さんご存知ですか？はい、ありがとう。はい、言っちゃいますね、ホヤですね。はい、なんか、あ、これがいいですね。じゃあ今度反対に大宮の特産物をちょっと教えてもらいたいかなと思いますが、アルディ君、なんか書くもの、筆談なんですけど、書くものがちょっと欲しい。あ、ナイス、来ました。さあ皆さん、大宮の特産物といえば何でしょうかね。あら、なんか今ちょっとちらっと見えちゃいましたけど、何でしょう。
じゃあみやちゃんお願いします。あ、下これ、これ何、え、お、こ、盆栽、盆栽、皆さんご存知でした？知ってますね、大宮は盆栽が特産物なんです。あ、じゃあはい、アルリー君も教えてください。せーの、お、え、なんだろうこれは、これ焼きそば、ナポリタン、ごめんなさい、大変失礼いたしました。ナポリタン、ナポリタンも有名なんだ。え、レガンサ君知ってた？え、そんな特産物の話よりもっと聞きたいことあるでしょう。何ですか、またこの手紙の感じですか、もしかして聞きたいですか皆さん。お、聞きたいと言われちゃったけど、どうしようかな。2人は結局のところどうなの？書くもの貸してだそうです。さあ、手形くんが期待する答えをみやちゃんは書いてくれるでしょうか。ちょっと待ってくださいね。はい、お待たせしました、筆談トークショー書いています。手形くん、まだ。お、2人の関係は、はいはい、みなさん楽しみにしててください。せーの、じゃん、ラブラブカップルだけど何か。はい、メガタ君どうします、どうですか。エリお姉さんも、カナお姉さんも、何でしょう、2人とも良かった、僕は。はい、ヤカット君、誰が一番好きなのかな。お、まだ続きがある。あれ、ミーヤよりカナお姉さん、さあ、ミーヤちゃん、どう出るかな。間でちょっと嬉しい、アルディ君よかったね、やっぱりラブラブだね。お、おっと、書いてくれましたね。ちょっとじゃあステージ上に上がりましょうか。はい、急遽皆さんによく見えるようにたくさんの方集まっていただいているので、ステージ上に上がってくれました。はい、それでは私もちょっと失礼しますね。はい、今書いてくれたね。はい、別にどうでもいいウフフだそうです。ベガッタ君どうする。アルディ君の恋人はなんだ。僕でいいよ。そうなの、ちょっとアルディ君落としちゃった、落としちゃったよ、びっくりして。嘘、ベガッタさんそれもあり、それは知らなかった、ちょっと嫌がられてるわぁ、わぁ、キモいそうだよね、みーやちゃん、ねえ、なんか出てきたよ、みーやちゃんの元カレ DM さんこれはちょっと反応しづらいなはい、結構続きますが、一応ちょっと流れがあるんですけどここでいきなりですけど、お絵描き対決入ってよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それではちょっとこの中で一番絵が上手な方を決めたいなと思いますが、皆さんよろしいですか。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと早速第1回戦、じゃじゃん、1回戦はじゃあベガッタ君が答えてくれた、あ、ベガッタ君の大好物ホヤの絵を3人それぞれ描いてもらってもいいかな。かける、固まってる、いける、難しい、いけるかな。もし簡単なのが良かったらそれでもいいけれども、いけるかな、いけますか。じゃあやってみましょう。時間30秒でお願いしたいと思います。どっちも短いのでちょっと頑張って書いてみてください。それでは見ているお客さん30秒カウントをお願いします。それではいきましょう、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10秒経過。さあ、一生懸命書いてくれてますよ。あ、みやちゃんとても上手です。10、11、18、19、はい、残り10秒です。早い。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62
24、3、2、1、はい、ストップ。みんな書けましたでしょうか？それでは書けたかな。じゃあみんな一斉に見せてみましょう。今見せてくれました。じゃあみんなもせーの、じゃじゃん。あれ、じゃあちょっとみやちゃんから。はい、上手、絵は上手ですけど臭い。確かにちょっと独特の匂いしますね。で、アルディ君、ほやった。これは何だろう、ベガタさんとホヤのコラボ。当たってた？よかった。なんかすごい上手だけれども。じゃあ最後、ベガッタ君は大宮のムルジャ選手に気をつけます。やばいね、ちょっとまず字だしね、お絵描きじゃないしね。はい、ちょっとびっくり。ダメダメ。じゃあちょっと対決なので、ここで勝者を決めたいと思います。じゃあ皆さん一番上手だと思った方に、ちょっともう分かりやすいかもしれませんが、大きな拍手をお願いします。ではベガッタ君が上手だったと思う方。あ、ブーイングです。はいはい、ちょっと拗ねちゃいましたよ。やる気出してくださいね。はい、ではアルディ君が上手だったと思う方。あ、こちら大きな拍手ですね。じゃあ最後、みやちゃんが上手だったと思う方。あ、こちらも大きな拍手ですね。とても僅差ですけれども、1回戦の勝者はみやちゃんです。はい、おめでとうございます。よかった、みやちゃんには1回戦1ポイントが入ります。おめでとうございます。はい、では続いてどんどんいきますよ。第2回戦、2回戦はなんと最後の対決になります。勝った方にはごめんなさい、勝った方にはなんと100ポイントが入ります。なのでみんな頑張ってください。イエーイ。はい、では2回戦のお題は、ではさっき大宮の特産物で答えてくれた盆栽、いってみましょうか。難しいかな、盆栽。手形さん、いけるかな。では30秒、またカウントお願いします。いってみましょう。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10秒経過。お、みんなすごく点が進んでます。今回はベガッタさんも真面目に書いてくれてますよ。ミヤちゃんも上手。はい、もう少し。26、27、28、29、30。ストップ。はい、終わりにします。みんなできたでしょうか？はい、じゃあみんな一斉に見せてみましょう。せーの、じゃじゃん。おー、ちょっと今回はみんな上手ですね。見えますか？ちょっと勝負難しいかもしれません。では審査員の皆さん、ちょっと考えてくださいね。よろしいですか？じゃあ今度はみやちゃんから聞いてみようかな。みやちゃんが一番上手だったと思う人。さっきよりちょっと減ってるよね。上手だけど、上手だけど減っちゃった。はい、じゃあ次。ありがとうございます。はい、アルディ君が上手だったと思う方。こちらもちょっと減っちゃったかな。あ、落としちゃった。やる気がなくなっちゃった。そしてじゃあ最後、ベガッタさんが上手だったと思う方。おー、よかった、ベガッタ君、さすがホームですね。はい、なんだなんだ、エリーお姉さんか。ちょっとせっかく今いい流れなんだから。はい、ということで2回戦の勝者はベガッタ君です。おめでとうございます。はい、ということで、なんだ、組織票だ。みやちゃん怒ってますけど、組織票。そんなことない、そんなことない、そんなことない。ということで、2回戦の勝者ベガッタ君には100ポイントが入ります。おめでとうございます。はい、なんと優勝の下、じゃあ嬉しいんだか微妙、ちょっと待って、今から嬉しいことが起きるよ。なんと優勝したベガッタ君には素敵なプレゼントがあります。さあ何でしょう。実はですね、素敵なプレゼントとはなんと牛タン。違うんだな。いくよ。なんとベガチアの愛のこもった祝福があります。お願いします。はい、おめでとうございます。はい、
ちょっと大きな愛もらってくださいよ。はい、ありがとうございました。ちょっと違う人がよかったかな。あれ、またここ2人でラブラブになっちゃった。はい、皆さんお絵描き対決は楽しんでいただけたでしょうか。ありがとうございます。はい、皆さんも特徴、またちょっとこれ反応に困るからやめてください。はい、では筆談トークショーでしたが楽しかったかな。手形くん、プレゼントさあどうする。まさかの結末を迎えそうな三角関係ですが、折りたたんで小さくして閉まった。はい、残念でした。びっくり。あー、はいはい、さようなら。はい、悲しい結末を迎えたところで、はい、二人はラブラブでもうハッピーエンドですね。はい、では、はい、広げてますけどそこに飾らないでください。はい、ではちょっと短い時間ではございましたが、この辺りでトークショーを終わりにしたいと思います。というところで最後に割って入りました。あれ、こういう結末になっちゃうのかな。じゃあ、まあ、みやちゃん、私たちと仲良くしましょうか、せっかくなんで。あれ、やだ、気持ち悪い、気持ち悪い。もういいね、いいって、アルディ君、もうみやちゃん、いいって。あーはい、じゃあカップル成立おめでとうございます。はい、以上筆談トークショーでした。ありがとうございました。はい、それでは続いて私たちベガルタチアリーダーズのパフォーマンスに入ります。とても楽しかったです。盛り上がっていきましょう。ミュージックスタート。